こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルはラーメンです。太麺のラーメンです。玉ねぎともやしの野菜炒め、卵焼きとオムレツですね。 LL6 個使ってます。これで足らなければ落花生食べるか卵食べるかします。肝心の体重ですね。何キロになってるかです。昨日はね、ガツンと増えてました。同じように増えてるかもしれません。困ったもんです。体重57.0ですね。体重増えて57.0、体脂肪率14.0、体重57.0、体脂肪率14.8、基礎代謝1311、基礎代謝1311、内臓脂肪レベル6、推定骨量2.5。もう一度、体重57.0、体脂肪率14.8、基礎代謝1311、内臓脂肪レベル6、筋肉量46.1、基礎代謝マイナス2、筋肉量スコアマイナス2か。筋肉量スコアマイナス2、筋肉量46.1ですね。はい。もう一度、ラーメン。で、うどんも一束食べます。ラーメンとうどん一杯ずつですね。で、もやしと玉ねぎの炒め物、オムレツ、卵焼き。以上です。今日はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。